チームコマンドの説明をします。チームコマンドはアビリティのアイコンの横にある集中と攻撃というコマンドになっており、チーム全体の命令することができます。攻撃は攻撃で敵を倒し、集中をするとアビリティの回復速度が上がったり HP が回復する代わりに防御力は下がります。チームコマンドを切り替えることで敵を倒していきます。